ルノです。今日はですね、2021年のベストコスメを紹介していきたいと思います。本当は年末に出す予定が、年始になってしまったんですけども、1年間を通して良かったなと思うコスメを紹介していきたいと思います。それではレッツゴー。下地はですね、いろいろ悩んだんですが、じゃじゃーん、こちらの2点でございます。エスポアのウォータースプリッシュサンクリームになっております。ピンク色のねベースになってるんですけども、これはねマジでなんかこうどのファンデーションにも合わせやすいというか、これ浮くなとかそういうの全くないし、この保湿力的にはマジで今の季節とかも超使えると思う。保湿力はマジでいいので、もうすっごい好きですね。SPF50 プラスで PA++++ なので、紫外線対策もバッチリなので、1年間もずっとね使いやすい下地だなっていうのはすごいね個人的には思いました。正直その質感とかに関してもマットのものを合わせればそこまでね、すごいみずみずしい感じになるってわけではないので、そういう意味でもすごい使いやすいファンデーションだなとは個人的に思います。これすごいね良かったんですよね。こちらアンブリオリスのモイスチャークリームでございます。これが白っぽい感じの下地なんですけども、これもね保湿力重視って感じで、プラス重くない、ベタつく感じもないし、そういう意味ではねすごい私はお気に入りです。少量でちゃんとね保湿は十分されるので、ほんとにちょん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 とのせてね、軽くこう薄い膜を張るような感じで塗っていくのがめちゃめちゃいいなと思います。私的に超好きなのはスキンケアの最後にね保湿クリームとして使えるのも本当にねいいなって思います。メイクする予定がない日とかでも保湿クリームとして使えるっていうのはね結構大きいなと思います。お値段はね結構するなって個人的には思ったんですけど、マジで少量で使えるっていう意味ではコスパはいいのかなと思います。じゃあ次ですね、次ファンデーション編なんですが、ファンデーションに関してはねもう本当に分かりやすいぐらい私一択です。ババン、ジョン・センブルのエッセンシャルスキンヌーダクッションライトでございます。最近の動画でねマジこればっか使ってたんですけども、マジでバランスが超いいと思います。カバー力と、質感的な感じ、バランスを見てやっぱこれが一番いいかなって感じですね。普通肌の仕上がりになるからかなり使いやすいっていうのもあるし、大体の赤みとか私のちっちゃなシミとかは消してくれるので、そういう意味ではめちゃめちゃ使いやすかったです。じゃあ次はですね、アイブロウ系ですね。セザンヌの細心アイブロウのディープブラウンになります。これほんと最近よく使ってる気がする。なんか細いし一本一本描きやすい。結構私ね眉尻とかを細くしたいタイプなんですけど、そういう意味ではねこういう細いものはねかなりありがたいです。私これメイク以外にも超使ってて、眉毛を整える時とかにもこの印として細いから描きやすいんですよ。そうだからね、そういう意味でも超使ってます。私これ超最近買った記憶があるんですけど、なぜか減りが早くてもう3本目ぐらいなんですよ。わかんない、私の使い方があれなのかわかんないんですけど、僕マジで減り早いから、でもそれぐらいマジで使いやすいっていう感じですかね。もう一本私の最近のお気に入り、こちらがエテセのアイエディションブローライナーの04番でございます。カラーはねこんな感じの若干こうピンクアッシュみたいな感じのカラーですかね。これね今年1年を通してというかはマジ最近のお気に入りですね。結構どっちかっていうとパウダーみたいな感じですっごい使いやすいです。今も私それ使ってるんですけど、本当になんかね自然なんですよ、パウダーな感じが。失敗しにくいタイプだし、なんか色もね本当に絶妙でちょうどいい。本当私はですね最近はここで目尻とか描いて、パウダーっぽいペンシルの方で中をこう埋めていくような感じで作っております。ここ1年というかもうここ最近はこの2本が超気に入ってるよっていう話です。続いてアイブロウマスカラなんですが、まず1個目、 XL のカラーオンアイブロウのアッシュブラウンでございます。結構グレー寄りな感じかなと思うんですけど、結構ね今年お世話になった気がする。これに関しては本当にメイクを選ばず使えるというか、ピンク系でも合うしオレンジ系でも合うし、このカラーがねすごい使いやすいんだと思います。使い勝手的には、乾きはめちゃめちゃ早いっていう感じの印象はないんですけども、アイブロウマスカラして
すぐ前髪を下ろしたりすることとかはないので、そこはね全然気にならなかったです。続きましてエトゥセのアイエディションのブローマスカラ02番でございます。こちらはねピンク系のアッシュでございます。今私してるんですけどもこんな感じでね結構ね馴染みが良いです。これもカラーがすごい好きで浮きにくい、もう本当に使いやすい。アイブロウに関してはもうほぼほぼこれぐらいしか残ってないですね。コンシーラーいきますね。じゃあルナのコンシーラーでございます。とこのねナーズのブラシですね。もう本当にねこれ買ってからマジでね全然違うなって思った。ブラシだともう綺麗に馴染みます。以前私インスタグラムでもコンシーラーのことについてねちょっとリール投稿したのでそれもね見てほしいんですけど、こうなんか塗ったって感じがね全然ないんですよね。ブラシの方がルナのコンシーラーは結構明るめでカバー力ももちろんあるしくすんでるとことかも綺麗にね隠してくれるので本当に使いやすいです、これ1本で。あと私ナーズのねコンシーラーも買ったんですけど、もう本当に落としたくない日とか本当にニキビがひどい、こう凹凸が出てて赤みもひどいって時はこういう風にもうちょっと固めのものとかを使っとくと、より一日中よりにくいというか取れにくいかなと思います。パウダー編なんですが、エクセルのラスタリングシアーパウダーでございます。こんな感じのねホワイト系のパウダーになるんですけども、これのいいところとしては本当に年中マジで使えるアイテムだなっていうのが一番ね良かったなというポイントで、超粒が細かいのでツヤ感もマジで残ります。本当に自分の作りたいお肌をちゃんとキープしてくれるパウダーだなと思いました。パウダーでマットに仕上げたい方とかにはちょっとそれは物足りないかなと思うんですけども、逆に言えばツヤ感を残したいとかそういう意味では本当にいいと思います。次ねアイシャドウなんですけど、アイシャドウはね本当に用途別とか気分によって全然変わってくるので、私がね断捨離の部分で残した子たちをザザッと、紹介していきます。アイシャドウ系まず大きめのはこんな感じになります。こんな感じでね結構ユーアグラムのやつも本当に茶系のものは使いやすいし、これも結構長く使ってると思うんですけども、ちょっと赤みの入ったマット系のアイシャドウですね。これすごい普段使いしやすい。最近ハマってるのがこのヒーミーのアイシャドウですね。これもね結構くすみカラーが多くてピンクベージュな感じですごい使いやすくて可愛いなっていう風に思ってますね。あとこのアンリシアの下の部分のラメ、大粒でめちゃめちゃ使いやすいです。単色カラー系はですねこんな感じで、これ無印なんですけど本当に質感がクリームっぽくて色が綺麗なのでこういうのもね結構残してます。単色アイシャドウとかだと結構オレンジ系が多いかなっていう感じですね。チークはね私もう断然これですね。このネイビングのトーストというカラーのチークでございます。こんな感じでね結構ベージュっぽい感じになってて、結構今もね軽くしてるんですけど、こうシェーディングっぽい感じにもなるし、チークとしてのせても血色がこう良くなる感じにしてくれるので本当にねすごい使いやすいです。私はねあんまりチークとかは濃いカラーがそこまで好みではないので、こういうねくすみのカラーはすごい使いやすいですね。次ハイライトなんですけども、ハイライトはね主にこの2つを使ってたなーって感じです。こちらですねセザンヌのパールグローハイライト01番と、このレブロンのスキンライトプリズマティックハイライター201番でございます。こっちはちょっとピンク味の入ったベージュで、こっちは完全ゴールド系のカラーなんですけども、この2つは本当にその時のメイクのカラーに合わせて使い分けてたって感じですかね。どっちもパウダーなんですけども、本当にね肌なじみがかなり良くって、特にレブロンの方とかは粒が本当に細かい感じがして、指で塗ってもこのハイライトがペタってこうラインでついてますみたいな感じは全くなくって、本当にね綺麗にぼかせるので、これねマジでもうちょっと評価されてもいいんじゃないかなって思うぐらい私はねすごい好きなんですよね。このセザンヌのは粒がかなり大きいので結構ね指とかでペタって塗っちゃうとかなり目立つ印象はあるんですけども、こうブラシでねこう綺麗にちゃんとぼかしてから塗ったりすると本当に綺麗に塗れるし、他のカラーとの馴染みもいいしかなり使いやすいなと思いました。主にこの使いやすさで2点をずっと使ってたなって感じでしたね。マスカラはこの2点ですね。ババーン。1つがケイトのラッシュフォーマー EX のブラウンのタイプとミュードのマスカラになります。どっち
ちも細くてこう長く出るタイプで、すごい仕上がりがね好きなんですよね。こんな感じ、下がケイトで上がミュードのカラーなんですけど、まあ、ミュードの方が割と柔らかいカラー感じになって、ケイトはね結構こうラベンダーっぽいカラーも入ってるなっていう印象でございます。まあ、特にケイトの方はダマになりにくいというか、マスカラコームなくても使えるなって感じだったので、そういう意味ではすごいねどっちも綺麗に仕上がるので、まあ、今回この2つ選出しました。最後リップ編ですかね。まあ、今年一番よくお世話になってたなっていうのはこちらですね。テラガビビアの38番のリップでございます。今まさに私がねつけてるリップになっております。ブラウンと赤リップが本当にうまく綺麗に重なってるのがこの色だなっていうのと、まあ、色は全く落ちないわけではないんだけど、まあ、色は落ちにくい方かなっていうのも、まあ、ポイントが高いですね。まあ、質感的にはソフトマットな感じで乾燥する感じも全然ないので、1日使ってて気になるところがもう全くないっていうのもポイントが本当に高くて使いやすかったです。普段使いでかなりお世話になってたのでリアルに勧められるっていうリップですね。まあベースメイクとかは結構私は最近メンツが固まってきたなって感じだったんですけど、その他に関してはいい意味で、まあ、これはめちゃめちゃ1位っていう感じではなくって、まあ、結構まんべんなく使いやすいものばっかり変えてたなっていう印象ですね。今年もね本当にいろんなコスメに出会えると思うので本当に楽しみです。またねいいなと思ったものは随時紹介していきますので、どうぞよろしくお願いします。ということで今日はここまでとなります。またお会いしましょう。バイ。